こす関西百名山バウバウ。はい、ご賞賛です。はい、じゃあ皆さんよろしくお願いします。いや、なんとも盛り上がらんなこれ。もう三条ヶ岳のふもとのあたり、ふもとに出てくるな。すいません、道間違えました。ちょっと戻ります。あっってます。ここにこっちって書いてあるね。大峰山左って書いてあるやん、ね、はい、戻ってきました。駐車場からこっちに来て左です。女人結界門。おお。入ります。ブー。はい、黙々と登っております。おっさんたちの百名山。今が、はい、6時48分、はい、で、距離が 2.6 キロ、はいはい、ここは一本松茶屋です。茶屋ってこういう感じか。ただ休めるだけ。おお、お助け水まで30分。ゴロゴロ水、ゴロゴロ水。7時11分です。7時11分、距離が 3.8 です。 3.8 キロ、はい、はい、7時11分とか言わない。お助け水です。冷たかった、はい、ここは七曲がりです。七曲がり、ただいま7時24分、はい、距離は 4.5。 はい、なんて読むのやこれ。ホラガツジじゃやかな。あれ、はい、どうしました。誰か登ってきはったで。こんにちは。赤いカエル。うわ、気持ち悪い。うわカエルでした。はい、お嬢さん。ただいま。時刻は、時刻は7時29分、はい、距離が 4.7 キロです。たどたどしい言われてる。そう。ちょっとまだ素人なんで。大峰奥が県道まで2キロ。こ
これ湯の峰温泉あ、すぐですよ、言うたら人やめせえ、お前がすぐですよ、言うからよもう逃げだったの水沿ったのにあ、こうなってんねんな、何にもお店はないねんなし、休業してんのか、ほんまやってんのかな、やあ、ほんまや、カップラーメンとか書いてあるやん、あ、ゆで卵とか、缶ビールも、レインコートまで売ってる、なんかちょっと稜線っぽいとこ出てきたな、ね、涼しいわ、はい、ここは花、何花子だらにすけ、時刻はあかんな、ポイントポイントで言わない、メガネ時刻は7時41分、はい、距離 5.34km、はい、だらにすけ、一応分かれてます道が、右側は階段押し足に来るやって階段ばっかり、階段押し足に来る、こっちは、こっちは古来よりの行者道、行者道に行きます、階段押し足に来るはい、こっちも階段大師と修行僧が文句言ってます曇ってます、えらい階段ばっかりやん鎖場が出てきました、金掛岩の上の展望台です、ね、うわあ、本命動画すごい、はい、何時ですか？ただいま7時55分。はい、距離が 5.8。はい。金掛岩の上の展望台です。これが金掛岩な？あ、ここに鎖ついてるで。ここは監督が行くところ。行かれよ、このところ。すごい。1620m、金掛岩。そこの間でなんかあれですかね。これは素晴らしい。絶景。お橋まで。これ。すごいな。さっきの鎖がどっかに。上鎖もありますけど。行きますか？おお、すごい。めっちゃすごい。そこの上まで行ってみましょう。もう一回ここまで来たら。
美容師さん。つながってる？これは怖いわ。あ、そこに鎖見えてるやん。あー、はいはいはい。さっきの展望台が。東っぽいかな、ちゃう？あっこは偉いがこっちも明るいね。ふらりが怖い。階段で大石さんがお尻から滑っていきました。ゴロゴロゴロって、まるで吉本新喜劇みたいに見事な尻滑りでした。今ので YouTube 100件ぐらいやな。いやー、撮られへんかったわ。あ、めっちゃ滑る、ここ怖。スパイクのきつい入りから逆にね、木の上では滑るんですね。見事な尻滑りでした。残念でした。取られへんかったわ。頭角門。もうちょい、ほら行きましょう。行きませんわ。足元。なんかつまずいて前こけたら。ただいま8時21分。8時21分。はい。距離が 6.5 キロです。6.5 キロ。はい。西の覗きです。はい。覗いてきました。覗いてきました。不動明王さん。
三ビラ三門です。行け工房だし。あかんか。腰痛めるわこんな。やって。持てるんじゃん。持てる。はい。おお。これ上乗って上乗ってこれ。はい工房だし登場。登場。おおすごい。絵になるわ。もう一個すごいね。山頂はどこやね。ほんで山頂どこなん。タッチせなあかんで、ね、タッチ。おお行こう行こう。お花畑。おー、61やで。よし、OK。時刻は？時刻は？時刻は8時38分。8時38分。はい。距離は 7.2。はい、7.2。7.2。はい。関西百名山61座。61座。ちょっとちょっとちゃうな。じゃあおしょうさん、日本を監督にやってもらう。ホラポス関西百名山第6次になる。下回ってませんよ。すごいね。はい、稲村寺園に行きます。おい大丈夫か？大丈夫？落ちた。怪我してない？膝が痛い。どっから落ちたんや。端っこがちょっとぬかるんでて。あ、この辺。武将さん、怪我はなかったようです。はい、だいぶ泥だらけです。泥だらけです。破れてます、ちょっと。そして。ここちょっと破れました。事故現場を見ていきましょう。あの、あたりです。あの辺りをここ滑っていきました。円月寺です。時刻は9時13分。距離は 7.6 キロです。標高1519メートル。蓮月寺です。
板恐怖症のおしさんです。おこわ。おお。あおお。こわ。おお。最後滑りましたね。滑った。斜めになってる。9時56分、稲村ヶ岳山小屋に到着です。キロは10キロです。はい、食事タイム。はい、10時15分、下山開始です。稲村岳は今日は行きません。2時間？120分。ああ。泥川温泉まで120分。今ここにいてます。こっちからこう上がってきて、和尚さんはここで落ちました。でここで、でこれでこうここまで行きます。なんと堀木峠か、ここ、ここ堀木峠、はい、はい、もう堀木峠か、3キロぐらいの、なんと青ちゃんが先に行って車を取ってきてくれるらしいです。で時間は10時11分。はい、多分あの茶店おるんじゃない。距離は12キロ。お願いします。お願いします。おお、末松行けんのか。一緒に行けばいいよ。あ、おい。坐骨神経痛。もう、あおちゃんカレーに行きました。もちろん行かんでええんか。いや、いいですよ。うん。法力峠。稲村ヶ岳登山 2.9キロ。と思われます。痛い足を引きずりながら下山してきました、おしょうさんです。大滑落でした。そして尻滑りの OC さん。ちょっとこれは残念ながら動画がないので、申し訳ないんですけど、私の頭の中に鮮明に残っております。お尻でドンドンドン。石滑りは私です、はい、3人がみんな、転倒してしまいました。まもなく下山終了です。はい、道路に降りてきましたが、青ちゃんはまだのようです。あった、来た、来た。
はい、大塩さん、時刻は、ただいまの時刻は11時55分。はい、距離は距離は 15.1。 はい、お疲れ様でした。はい、はい、我々の車が来ました。泥川温泉、ここに入ってきました。登山ポイント5。はい、時刻は9時6分です。はい、すごいいい眺めやで、これ振り返ってごらんよ。おー、